青森県三内丸山遺跡の復元町、大型建物。長さ32メートル幅10メートルの規模を持つ。超大型住居は、東日本の縄文時代の遺跡に見られる。長さ20メートルを超すような超大型の建造物。特に明確な基準があるわけではないが、10メートル前後の、ものは、大型住居と呼称する。縦穴式と平地式がある。 縄文時代早期に現れ、前期及び中期全容に特に発展し、後期にも参見される。東北地方を中心に33遺跡で90頭以上が知られている。東北から北陸まで分布している。口実するように、住居という名称は不正確であるが、縦穴住居という用語に引きずられる形で今日も広く使用されている。大型住居、超大型住居は、 長方形、墨丸長方形及び、長大円形を呈することが多く、その形状からロングハウスと称することもある。山内丸山遺跡、前期、縦穴式、青森県青森市、長さ32メートル幅10メートル、杉沢台遺跡、前期、縦穴式、秋田県の白市、長さ31メートル幅8メートル一の坂遺跡、前期、縦穴式、 山形県米沢市、長さ44メートル幅4メートルいずれも、縄文時代の建物のイメージを一新する、驚くべき規模を有する、建造物である。北日本の豪雪地帯に所在することから、陶器の作業小屋説もあるが、祖先を共通にする近隣の集落の船員が、定期的に集まった時の宿泊設備とする考えも、ある。一の坂遺の場合は、石器の未製品、 半製品も出土したことから、石器工房施設もある。三沢に遺跡、同様の住居跡は、その後北海道内では、早期から後期にかけて、多数存在することが確かめられている。本野遺跡、三内丸山遺跡に南接し、それとの関連が考慮される遺跡。波東下遺跡、複数の地所が一線に並ぶ、超大型住居跡。上野山通遺跡、中央に、 広場があり、その周りに、ロングハウス系の超型住居だけが、環状に多数並ぶという、極めて得意な構造を持つ、集落遺跡である。ロは、地所である。池内遺跡、多数の縦穴住居とロングハウス系の、掘った手柱建物とが、同時存在し、大地上を北より、東西方向に超軸を持つ縦穴住居、東西方向に超軸を持つ、 掘ったて柱建物、南北方向に長軸を持つ、掘ったて柱建物、南北方向に長軸を持つ縦穴住居が整然と並び、集落構造の計画性が指摘できる貴重な調査事例。不動堂遺跡、1973年に発掘された19棟の縦穴住居のうち、第2号住居跡は、大型建造物発見の最初。長径17メートル。 単径8メートル、広さ約120平方メートルで畳七70枚ほど、敷ける。当時の縦穴住居が直径5メートル程度のものであるのに比べれば、まさに大規模建物と言える。このような大規模縦穴住居は、県西部でも見つかっている。梅亀を併設する炉が2基あり、その中間に小柱穴が3本並び、さらに炉の形態が一方は、円形石組、一方は、 後継維持組になっていることで注目された。建物内部が2分されているだけでなく、異なる2つの集団の共存が指摘できる貴重な発見である。この遺跡が現在では大型建物の南端になる。池部14遺跡、超大型とは呼べないが、ロングハウス系の平地式建物が数多く検出されたことで注目される。一つの集落で、 建物の形態の多様性が見られることも特徴的な遺跡である。大型建物の用途については、渡辺誠、小林達夫、小川望をはじめとして、多くの人が様々な見解を寄せている。主要なものを以下に紹介する。大乗土器文化のロングハウス紀元前5500年から紀元前4500年にかけて、ライン川流域を中心とする中央から西欧に、 かけての一体では大分土器文化と称される独特の土器文化が成立している。この文化に関わることとして、集落を構成する家屋が細長い、長方形平面を呈するロングハウスを伴うことが特筆され、幅6から7メートルに対して、長さが20メートルほどの長型家屋であり、場合によっては40メートルを超す場合もあった。そして、こうしたロングハウスは、 いずれも、長軸を、北西、南東方向に持つという共通点を有する。ありがとうございます。